Величайшая угроза нашей стране — это не война, а революция. Если мы отнимем у народа общего врага, они найдут себе нового. То есть мы ведем ненужную войну, чтобы отвлечь народ? В этом случае она становится нужной, верно? Вы же знаете, это надо остановить. Давление низкое, взрывно! Больше крови! Я освобождаю тебя от обязанностей. У тебя больше не будет официальной должности. Мне стоило прислушаться к тебе раньше. Пока Фенрис строит заговор против нас, мир под ударом. А может, и Империя. Я хочу, чтобы ты раскрыла их и уничтожила. Сделай все тихо, но наверняка. Удачи. Будет сделано. Другого шанса у нас не будет. Гаечный ключ! Будем надеяться на лучшее. Не разумеем, что мы срубим, а не учитываем. Мілені хірурги в гарбі, а буль був. Чуєм, як під металем скура сходить за мені плотами. Полегче, боєць! Чорт! Не могу здійнути цього скафандра, якось поучити його з моїм чолом. Мишлявим, що зваріює. Był jakiś koszmar i musiałem się z niego wyrwać. さあ前回ね、宮殿の中、燃え盛る中に取り残されたトマル・ヤニクね、救出シーンはなかったですが、なんか医療シーン的なやつがあって、こう改造されていたと。人間と機械が恐ろしい形で融合したもの。ヤニックス、もの。物扱いなのね。脱出せよと。はあ、なんかアメコミのヴィランみたいな感じですけどね、このまま行ったら。何かされるかな。これは、謎のメックの残骸。これは警報装置。あ、外せるんじゃない緊急停止。あ、開いた開いた開いた。何のパーツあれ？回復かな？いや、すごいね。まだこれ本調子じゃないもんね、ヤニク。あ、まだ右腕が、右腕どうなってんのそれ。人間の方じゃない右腕。Это одна из штуковин, напавших на двоих. 宮殿攻撃したのと同じね。Никогда такого не видел. まあ、ザクセンなんじゃないかってね、コメントもありましたけども。あ、そっか、これがじゃああれか、あの、足の部分だね。Ты пойдешь со мной. 一緒に来てもらおう。おぉ。カスタムできるね。だから、ロスベルトはここで、まあ、その、謎の敵のね、ものを調べていったんだろうという痕跡もあるわけだね。ちょ、スキルあるな。チェインライトニング。指定した場所へ電撃を打ち、周囲にいる敵を連鎖感で。あ、これ敵のメック撃ってきたやつだよね。あれちょ、実験で撃とうよ。お、ん？開いた？ああ、そうやって開けるのか、なんだ。実験のやつじゃないんだね。撃つ練習じゃないですけど。あ、待って待って待って。なんか、ちょ、一旦待ってね。これはパッシブ。静電放電。ビクターに近接攻撃を狙った敵はダメージを受けると。あ、こいつよと？あ、ビクター・ポポフ。あ、変わってる名前も。ん？ヤニクだってね、さっきね。ビクター・ポポフになってますね、もう。まあ、さっきと同じ融合したものとありますが、高電圧キャノンとロケットランチャーで敵を吹き飛ばすと。体力そんな高くないんだね。650か。あんまり全ヤニクと変わらなかった気がするんですけど。どうしてシッコヴィクリドジュンチェクウェン。ムニェスダ。これはどこ、ああ、うざいか。見えるか。回復がね、あるんですね。まあちょっと警戒しながら行ってみるか。脱出せよって言うよね。侵入してない？あ、まだあれか、敷地の中にいるのか。
わ、что? Господи, тревога! Там 何かがいるぞと。Мне надо отсюда выбираться. 戦わない方がいいのかな。Мне сюда. 回復だけしときたいね、一回ね。あれ、どういうルート？あ、そっちから行けるのね。いけないね。追いかけます、じゃあ。中にあるんじゃないかな、これ。なんかあるよね。いやー、入ってくのか。あ、回復あるね。ちょっとスキル使ってみたいですよね。メッキャーブキャー分解してるようだなと。Нельзя принимать слишком много морфина. Голова должна оставаться ясной. Морфина, не? А, на колесе. Бутылки-ба. Э, ил? Тоннеля сильно 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 сильноロケットランチ、あ、ここで拾ったのか。なるほど。使えそうだと。防爆ドア。このことなのか。これ下に向かってるんですか。なんか、そこが見えないですけど。あ、ここで撃ってもダメだから、こうね。ラプチャーボム、指定した場所で強力な爆発物を発射する。おお、これ何系 F キーかな。おお、そういう感じか。こうカバーとかなくない。痛いよ。カバーはないね。じゃあもうやるしかないか。強そうだけど、そんな単独にいけるキャラじゃないと思うんですけど。近接、相手の近接も。地下に入れてみるか。ショットガンどうせ近いもんね。あれ合ってるかな。まあ、いいか。ルートに従っていくとこっちになるよね。カバーができないのはきついね。場所がないだけなのかな、これ多分。やばい、警報鳴らされる。追わないと。あ、これ壊す、これ壊せないかな、先に。遅い。はい、あとは待つだけだね。逃げ逃げ逃げ。これどう戦うのか逃げるのか。でも逃げるっぽいね。回復して逃げよう。あ、完全切れ、完全切れ。よし、今今今これ逃げるんじゃない。これで、いや、遅い微動作。敵が立ち直るより遅かったんだけど、動く方が。絶対違う使い方。あ、まずいまずいまずい。お、あれは誰だ。ズボかな。ではないね。バレないな、それは。あ、早く早く行こう。いや、まあ同じロスビエトなんですけどね、プレイしてるのは。あ、囚人、あー、なるほど。爆弾爆弾爆弾、危ない。あいつら
これ来ないの敵。大丈夫かな。レンジがね、敵よりあるから、そんなに、行くべきじゃないと思うんですけど。まあ、どっちがいいかな。いや、多いな、よく見たら。あー、強い。強いな。特段することがないね。よし。まあ、味方がいればまた違うかな。だってどこだ？開けやーここからっぽいか。Нужно шевелиться. Вы покойники. Ясно. Я справлюсь с чем угодно. エンジニアね、エンジニアか。Я могу вытащить тебя отсюда. Или хочешь остаться? Я пойду с вами. Охрана забрала остальных на северную базу. Не знаю, что с ними сделают. Нам пригодится твоя помощь. Идем. これ武器変えれば使えると思うんで、エンジニアいらないかな。直せんのポポ。ポポ直せるわけじゃないでしょ。じゃあいらないね。少ないな。素材なの。あ、素材か。あ、じゃあ拾うか。大丈夫だね。多分こっちからだよね。お前ら回復させないと使えないな。食らってなければ良さったけど。こっちから移動していけばいいと思うね。まあ、爆弾一回投げるやつらみたいな感じかな。別々で操作しよう。安全なの確認しなくるみたいな。行かなくていいよ。あんなもズボフいけんのよ。行かなくて行かなくて、やがれ近いとないな。ズボフじゃないね、そして。ジャニックでね。名前が変わるんだろうな、きっと。先のことは分かんないですけど。ポポフになるんだよね、多分ね。じゃないとおかしいもんね。どこで彼がポポフになると。あ、回復あるわ。まず彼が先導。まあ、ちょっとここにね、目的地があるので、危ないだろうと思うんですけど。どっちだ？あ、いたね。あ、もう勘でいいよ。やれ。回復しに行って、一緒に行かなくていいのにね。裏手は大丈夫かな。あ、お前ら、あ、これスビートの部屋の武器はそうなんだよな。スーツは知らないと。似たようなスーツのテストやらされた。エクソスーツね。Похоже, это единственный путь из леса. На другой стороне свобода. И, возможно, тот, кто сменит меня, по костюму. Что на этот раз? この先のこと？こっからなら入れるよな。あんまり見えないですよね。エクソスーツ着るってことかな、誰かが。この舞台がね。Пробуйте, сволочи! Разорвем их! Новые приказы?で、撃つと。見えないけどナイス。やるね。あー、これってヤニクの場合どっちなんだろう。メックじゃないからガンナーはどうでもいい気がするんですよね。つまり、こいつにロケラン打ち込んで電気をやってからこいつが突入して、撃ちながら爆弾を投げると。そういう感じで行ってみるか。こう施設だよね、多分ね。あんまり見えないですけど。で、多分ここにあるんだよね。あんまり、これやり合う必要ないか。レバー操作で開くってことで。でも中だもんね。あ、じゃあ上行っていいね。
таким не увидят. Нужно шевелиться. Лучше нас никого. Я угадаю. 敵見つけてぶち込んでね、攻略すると明らかに裏手来れたか。 これかな。スーツのテストをしましょう。あ、これではないんだ。お、来た来た来た。師匠登れる。давай, отсюда, выбирай. Сила, ты привыкнешь. А красная кнопка позволит тебе запрыгивать на утёсы. 師匠登れる。давай отсюда выбираться. あ、これ別の兵士なの。Почная задача выполнена. おい、激浪の部隊が。エクソスゲット。お前置いていくわ。しんがりな。じゃあ、中は無視していっていい感じですよね。かなんか行く必要あるのかな。あー、でも結局行きそうですかね。非常に入り組んでますね。爆弾投げてくれるもんな、こっち側に。あー、ちょ、一旦さ、ちょっとこっちから打ち込むだけ打ち込むんじゃないかな。試してみよう。被害最小限にしたいね。スーツはロケットジャンプで移動はできるので、それで突っ込むわけだね。まあ、ロスビエタは近距離戦に強いので、まあ効くかわかんないですけど。で、多分これ直すためにエンジニアがいたわけだよね。全員変えちゃったんであれですけど、これ登って開けらんないかな。それこそね、あ、撃てないか。回ってる回ってる。ああ、で、来ようとしてるね。全然買えないんだけど。じゃあもう戻れ。とんでもないごちゃごちゃになって。エンジニアいないか。もう戻せないですね。わあ、嫌なやついるわ、あれ。作戦としては、まあ、突っ込むのがいいだろうと。これ死んでもいいんですよね。持ってくる、それ持ってこないね。これやると、後々は移動以外設定めんどくさそうなんで、作戦としては、まあ、ジャンプかなと。飛べるかな。置いといて動かない程度でね。あ、いけそうだな。いくよ。打ち掛けの。それそんないんだ。あ、ずっと壊してんだね。そっか。で、ちょっとここに回復あるから終わらせてもらいますね。これ回復しましょう。一部では失いましたけど、まあゴールだね。まあ、失ったというか、まあ、我々もう後ろに行きましたけどね。一応直すか。いや、出たら終わりだと思うけどね。レバー開けてきてくれ。あ、ここで資源使ってんのか。重油ね。原油か。原油ね。あ、行ったら勝手に折れそうだけどね。そうではないか。こんなエフェクトはあったんですね。ん？兵士が見えないですけど。まあ、行きましょう行きましょう。
まあ出るだけですからね。さあこれどういう展開になるのかな。ズボフ出るっぽいんですけど。あ、ちゃんと、あ、やっぱ後ろ合うんだね、兵士装とか。さあ包囲されていると。Молодец! Прорыв! Наконец-то! Старый подопытных крыс станет могучей силой, если вести ее будет один из наших суперсолдат! Наверное, ты чувствуешь себя не в своей тарелке, Виктор. Прости. Хотел бы я быть рядом, когда ты очнешься. Но ты просто неудержим, верно? Гляди, Чанга, вечеринка. А нас не пригласили. Чего мне приглашать гражданское лицо на военную базу, м? Кого-то без звания и должности, вышвырните ее. А может, кого-то, кому нечего терять? А вот это очень любопытно. Какой-то тайный проект зубов. Настолько тайный, что о нем сам царь не знает. Отставить! Это больше не твоя забота. Что, тебе так хочется снова к нему подлизаться? Я просто хотела узнать, что ты еще скрываешь зубов. Царь будет рад узнать, что за великолепный подарок его верные инженеры подготовили к его именинам на следующей неделе. Кстати, давайте взглянем, насколько великолепный. Месяц отдыха на Черноморском побережье тому, кто найдет уязвимое место! В атаку! Да не, не, коги сами, но не. Ики ноби йо. Нарухудо, не. Морда тэй ка шоуши кедо на. まあ、お前飛べたら、あっち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 。痛い痛い痛い、しまった。直す必要あるかな。ああ、いや、これ絶対重要ですよね。回復は、あ、まだもう一回あるね。いや、お前らに使うな、どうだろうな。うわ、やば。あれはやばいね。ちょっとロケラン。ナイス、ナイス、ナイス。あんまりこいつ食らわないかな、きっと。いやー、次のメイク来たね。今引いていいぞ。任せろ、あいつくらい一撃よ。直して、直して。ててて、てカバー、あ、そこカバーか。大丈夫、それ。ライトニングして、あ、やられた。終わったね。どれくらい持てばいいのかな。よし、なんとか勝って回復残る一つをどう使うか。いや、ここでロケラン使うべきじゃない。電気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 をこいつに使って、あいつにロケランかな。じゃあナイス、しますか。じゃあ、あ、もう一個来てる。しまった。で、爆弾あるから、まあ、それ使うとして、まだ来るの。おお、回復回復回復取りに行く。お前ら隠れる場所ないな。あ、爆弾切り外してる、それ。背面ではあるんですが、飛んでないね。これ持つか、これ以上。方法として
電気払わず、そんな強いの電気なんか強化されてますね、これ逃げらんないようになってるんで、もう回復ないしな。あそこ行ってみるか。出会っちゃってるけどね。一撃で倒せるでしょ、こいつぐらい。あ、やばい、来たか。ここまでか。ほら、逃げらんないから、ここ。あ、出る、出る、出れる。あ、戻る、勝手戻されてる。勝手、あ、おい。あ、いいよ。よりよりより。いや、電気をくらい、最後に。あっ、壊れないね。そこまでだと。強くなるかな。モロズはどんな反応するんでしょうね。あ、これで攻めた。これで守備責任問われて、まあ上から外れたんだよね、モロズワは。どうヤネクに繋がるのかな。Минутку. Янек, я знаю, это ты. Что за безумные игры? Доверься мне, если хочешь снять его. Сними, сними это с меня, живо!Я не могу. Он поддерживает в тебе жизнь. Ты был почти мертв, когда я нашла тебя. Сними его живо! Даже если бы я знала, как его снять. Это не просто экзоскелет. Он встроен в твое тело. Передовая технология самого Николы Теслы. Теслы? Вранье! Он нарушил молчание пару недель назад.Разослал письма царю Николаю, кайзеру Фридриху и, насколько нам известно, остальным мировым лидерам. Он предупредил об организации под названием Фенрис, тайное общество влиятельных людей. Они расшатывают правительство и начинают войны. Они ответственны за мнимый переворот в Санкт-Петербурге и, как следствие, за твое состояние. И что? Пускай! Я думаю, наш друг Зубов один из них. Но должны быть и другие. У него одного не хватило бы сил.Мне нужно выбраться из этой штуки. Я не могу тебя вытащить. Никто не может. Это тебя убьет. Я вернусь в Паланию. Там найдется кто-нибудь, кто поможет. Виктор Попов не стал бы бежать. Тебя убьют, как только поймут, что ты не он. Уж лучше смерть, чем такая жизнь, верно? Я не для того подменила Виктора на тебя, чтобы ты отправился на тот свет. Знаешь, за сколько ниточек мне пришлось дернуть, чтобы ты попал в программу, о которой я даже знать не должна. Может, поблагодарить тебя? Ладно. Хочешь бежать? На здоровье. Но сперва... Что ты сделала? Если я права, программа будет очень занятная. Эй! Эй!さあ、ヤニックの名前が変わっているなと思ったら、入れ替えられてたんですね。存在として。まあ、すり替えかな。そのおかげで生きてると。だからそのまま、まあ、ズボフの元の人だと思われてるんで、残ってスパイ的な活動しようってことなんですね。で、出てましたね、ニコラ・テスラ。まあ、このゲームね、架空の世界線を辿っていますが、人物はね、まあ、それこそフリードリヒとか、あと誰がいたかな。多分前回か前々回、ロスビートの最初の時に出たはずですよね。ラスプーチンも。まあ、その辺が出てくるわけですね。で、まあ出てきたこうフェンリスというね、謎の組織ですね。まあ裏をで、こう世界を牛耳るね、影の政府みたいな。そういった奴らがいると。その、まあ陰謀みたいなものを阻止したいのがモロゾワなんでしょうね。ある種ロスビエトに忠実なね、人物と。あんまりそのね、ロスビエトトップがわかんないんで、なんとも言いませんが。次はじゃあパーティー。潜入系が多いのかな?どっちかっていうと、まあ、ポラニアみたいにレジスタンスとして
ね、各地戦って最後ね希望を届けるみたいな感じじゃないので、どういう風に推移してるか分かりませんね。まあ個々のスキルで攻めていく感じかな。軍をなんか結集させるような展開があんまイメージできないですね。フェンリスという組織を暴いてロスベイトと戦うみたいな、後半そういう感じに突入していくんでしょうかね。チャレンジが明らかにステルスですけど、客の会話16種類すべて聞けと。13分以内に16種類行くのね。そんなじゃ長くないのかな。1分あったら16分かかりますけどね。まあ、これチャレンジも一応、まあ、見てはいるんですが、これちょっと見てなかったね。あ、ボム1回に抑えろ。え、1回ってあれですよね。扉割って終わりじゃない。で、5分耐えろとかありますね。あー、そんな感じなんだね。ヤネクに回復使うな。はー、逃げ惑うって感じなのかな。オッケー、まあじゃあ次はこうね、ちょっとパーティーな感じですね。平和と繁栄と、ちょっとね冗談みたいなタイトルですけど、